新見南吉作川。4人が川の淵まで来た時、今まで黙ってついてくるような風だった薬屋の子の音次郎くんがポケットから大きな柿を一つ取り出してこう言った。川の中に一番長く入っていたものにこれやるよ。それを聞いた3人は別段驚かなかった。黙りんぼの薬屋の音次郎くんは奇妙な少年で、時々口を切るとその時皆で話し合っていることとはまるで別のへんてこなことを言うのが癖だったからである。3人は何よりもその商品に注意を向けた。艶やかな皮を薄くむくとすぐ水分の多い黄色の果肉が現れてきそうな形の良い柿である。皆はそれを百目柿と言っている。この辺で採れる柿のうちでは一番大きいうまい種類である。音次郎くんの家の広い屋敷には柿やみかんやザクロなど子供の欲しがる果物の木がたくさんある。音次郎くんが奇妙な少年であるにもかかわらず、友達が音次郎くんのところへ遊びに行くのは果物がもらえるからだ。ところで商品の方はまず申し分なしとして、皮の方はどうであろう。秋も末に近いことだから水は流れてはいないけれど、この川は幅が狭い代わりに赤土の川床が深くえぐられていて、冷たい色に澄んだ水がかなり深くたたえられている。夏水浴びによく来たから、だいたい深さの見当はつくのである。へその辺まで来るだろう。三人はちょっと顔を見合わせてどうしようと目で相談したが、すぐやったろかとやはり目で話をまとめた。するともう森委員の徳一君がズボンのバンドを緩め始めた。何かしがいのあるいたずらをする時のように顔が輝いている。ほら吹きの平太郎君は着物だったので、まずカバンを外して尻まくりしパンツを脱いだ。清介君も遅れてはならぬとズボンを脱いで緑と木の混じった草の上に捨てた。脱いでしまうと変に下が軽くなった。風が素足に冷え冷えと感じられる。徳一君を先頭に川っぷちの草にすがりながら川の中に滑り降りた。一足入れるともう膝こぶしの上まで水が来るのである。冷たいなあ。足から身内に上がってくる冷気が自然に三人に言わせるのであった。柿が欲しいだけではなかった。今自分お尻をまくって水に入ることが面白いのだった。そこで三人は上で見ている音次郎くんに言われるまでもなく真ん中あたりまで入っていった。案の通りだった。水はひたひたと這い上がってきて、清介君のおへその1センチばかり下で止まった。3人は向き合って立って自分のへそを改めて眺めたり、人のへそを観察したり、自分たちのざまのおかしさにクスクス笑ったりした。しかし物を言うと歯がカチカチ鳴って、妙に力が背中に集まるような気がした。動くと冷たさが一層ひどく感じられた。しばらく皆黙っていた。どこかで日暮れの牛が寂しげに鳴いた。それを潮に徳一君が厳粛な表情になって、そろりそろりと岸の方へ動き出した。まだ濡れていないところをなるべく濡らさぬようにゆっくり行くのである。清介君と平太郎君は顔を見合わせたが、もう笑わなかった。清介君は二人きりになると、この遊戯はひどく馬鹿げていると感じられたので、まだ我慢すればできたのだが、勝ちを平太郎君に譲ることにした。徳一君がしたようにそろりそろり岸の方へ歩み寄って草にすがって上に上がった。草を踏んで立つと冷えのために足の裏がしびれているのがよくわかる。
すぐ手ぬぐいで足から腰を拭いてパンツとズボンを履いた。体が震えているからズボンを履くときよろけていって、やはりズボンを履いている徳一くんにぶつかった。まだ平太郎くんは川の中に入っている。もう勝ちは彼に決まったのだから何も痩せ我慢しているわけはないのだが、得意なところを人に見せたいのだろう。こういう点がほら吹きの平太郎くんのバカなところであると九助くんは思って見ていた。平太郎くんは平気を装って南の方を向いて立っていた。負けた二人はからかいたくなって上から頑張れ頑張れ平太んと声援した。音次郎くんもどういうつもりかそれに声を合わせた。柿食べてしまおうかよと徳一くんがいたずらっぽい目を光らせながらささやいたとき、九助くんはそいつは平太郎くんがかわいそうだという気持ちと、そいつは面白いという気持ちが一緒に動いた。平太郎くんを怒らせるのはとても面白いということをこれまでの経験でみなよく知っているのである。川の中の平太郎くんが聞きつけて、こすいぞと叫んだ。そらもう始まった、早くしろ早くしろ。徳一くんが素早く音次郎くんの手から柿を奪い取って一口かぶりついた。案の定黄び色の美しい果肉が現れた。それを徳一くんから受け取ると九助くんは徳一くんのかじった反対側の方を大きくかじった。そして後を元の音次郎くんに渡した。すると音次郎くんも一口かじったので彼もまたこのいたずらに参加していることが分かった。平太郎くんは今さらわめいてもつかぬことを見て取った。彼は先の二人のようにゆっくり岸に近づいた。それから縁の草につかまった。けれどつかまったままじっとしている。何か思案している様子である。こちらの三人は顔を見合わせた。三人の顔から茶目気が。しばらくためらってそして抜けていった。しんとなった。青ざめた顔を平太郎くんがしかめた。そして腹が痛い時のように腰を折った。どうした平太んと徳一くんがおどおどして聞いた。上がってこいよと九助くんも一緒に言った。それでも平太郎くんは片手で草につかまったまま動こうとはしなかった。ほうげたの下のひとところチョークでもなすりつけたように白いのが九助くんの目に痛々しく映った。これは大変だと思った。三人は寄っていって平太郎くんの冷たい手を握って上に引っ張り上げると、平太郎くんは死にかかりの人のように力なく三人のなすがままになった。上がってきても彼はベソをかいた顔つきでボケンと突っ立っているので三人は始末をしてやらねばならなかった。徳一くんと九助くんはめいめいの手ぬぐいを提供して平太郎くんの片足ずつを拭いた。音次郎くんは草の上からパンツを拾ってきた。平太郎くんは何から何まで皆人にさせた。帽子までかぶせてもらった。ところで平太郎くんはすっかり身支度ができたのに歩き出そうとしなかった。時々痛みが襲うかのように顔をしかめて腹のところから体を折った。あとの三人は困ったなあというように顔を見合わせた。しかし本当に平太郎くんの体に故障ができたかどうか三人は半信半疑だった。というのは平太郎くんは以前から死んだふりや腹の痛む真似が非常にうまかったからである。フットボールが飛んできて平太郎くんの頭に当たりでもすると
彼はふらふらとよろめいて地べたの上にところきらわずばったり倒れ、当たりどころが悪くて自分はおだぶつしてしまったのだという様子をしてみせるのであった。その真似は真に迫っていた。キュウスケ君はまだ人間がフットボールに当たって死ぬところを見たことはないが、もしそういうことがあるならばきっと平太郎君がする通りの所作をして死ぬだろうと思っていた。たびたび平太郎君の真似に騙されたものでも、一旦平太郎君が死んだ真似をして倒れると今度こそ本当に死んでしまったのではないかと思うのだった。そして皆がそろそろ心配しかける頃を見計らって、死んでいた平太郎君はヒヤッというような叫び声を上げて生き返ってくるのが常だったのである。だから今日もあの手ではないかと三人は思った。商品の柿をせしめられた腹いせに、今日の芝居はいつもより手が込んでいて長いのではあるまいか。しかし実際顔の色がいつもより青い。それにフットボールが当たったくらいのこととは違ってかなり長く下腹部を冷やしたのである。病気になる可能性は本当にあるのである。それならこれ自分たちも同じように腹を冷やしたのだから同じようなことになるのではないかと、キュウスケ君は今度は自分の腹が心配になりだした。そう思うとなんだかへその下の方がシクシクするみたいである。よしおぶされと徳一君はしゃがんで背中を平太郎君の方に向けた。平太郎君は力なくおぶさった。音次郎君が徳一君のランドセルを持ち、久助君は平太郎君の足から脱げて落ちた汚い下駄を持った。どさくさまぎれで地に落ちて砂にまみれた食いかけの百目柿を久助君はポーンと川の中へ蹴飛ばした。そして三人は出発した。次の朝、キュウスケ君はヤギに餌をやるため小屋の前へ行って濡れた草を手で掴んだ時、昨日の川の出来事を思い出した。と同時に平太郎君はどうなったろうという心配が重く心にのしかかってきた。間もなくまた忘れてしまった。だが心配の重さだけは忘れている間も心に残っていて、なんとなく不愉快であった。7時半になるといつものように家を出た。学校の裏手へ向かって一直線に走っている細い道に出た時、50メートルほど前を薬屋の音次郎君が何かつまらないことでも考えているように拍手をしては右手を外の方へうっちゃりながら歩いていくのを見た。キュウスケ君は二人で心配を分かち合い、一人で苦しんでいることから免れようと思って走っていった。けれど音次郎君は昨日のことなどまるで気にもかけていない様子であった。自分は取り越し苦労をしていたのかとキュウスケ君は思ってほっとした。何でもなかったんだ。音次郎君はキュウスケ君と一緒になっても相変わらず拍手を続けながら自分一人のつまらない考えを追って歩いていった。まもなく後ろからゴツゴツとランドセルの音をさせて誰か走ってきた。森院の徳一君である。この間新調したばかりの帽子のひさしを光らせながら、おはようと元気よく近づいてきた。そしてこう聞いた。今日算術の宿題なかったかね。徳一君もやはり昨日のことなんか気にしていないのである。事実何でもないのだろう。この世にはそう簡単に出来事は起こらないのだ。三人は教室に入った。他の者はもう大抵来ている。教室の中にも10人ほどいる。その中には平太郎君がいないことを
久助君は一目で確かめた。平太郎君の席は徳一君のすぐ隣にあった。用具がそこに入っているかと思ってそちらを見たとき、久助君は徳一君もやはりそういう目つきで見ているのを発見した。のみならず、音次郎君もやはり平太郎君の席を見ていた。みんな心の奥で同じ心配を持っているのだと久助君は分かった。徳一君がちょっと平太郎君の机の蓋を開けた。久助君は心臓がどきつくのを覚えた。中には何も入っていなかった。その日から平太郎君は学校へ来なくなってしまったのである。5日7日10日と日は経っていったが、平太郎君は学校へ姿を見せなかった。しかし誰一人平太郎君のことを口にするものがない。久助君はそれが不思議だった。5年間も共に生活したものが不意に抜けていっても、後の者たちは何事もなかったように平気でいるのである。だがこれが当たり前のようにも思われた。久助君は徳一君と音次郎君だけは自分と同じように消えてしまった平太郎君のことで心を痛めていることは分かっていた。それなのにこの3人は一言も平太郎君について言わないのであった。そればかりでなく、妙にお互いの目を恐れてお互いに避け合うようになった。さまざまに久助君は思い惑った。例えば先生に一切のことを打ち明けて謝ってしまったらどうだろう。心が軽くなるのではあるまいか。しかしあの川のことが元で実際平太郎君は病気になったのなら、平太郎君がそれを黙っているはずはない。お母さんかお父さんに話したにそうやるまい。そうすればお父さんあるいはお母さんの口から先生のところへ情報は届いているはずである。ひょっとすると先生はもう何もかもご存知なのかもしれない。それをわざと知らんふりをしておられるのは、久助君たちが自首して出るのを待っておられるのではあるまいか。そんなふうに思って知らず知らず首をすくめながら先生の顔をうかがうこともあった。ある時は自首したい衝動にひどく駆られた。それはちょうど国試の時間であったが、いつも面白く聞ける国試の話が心の中の反問のためにちぎれちぎれになってちっとも面白くないので、こんなに情けない目に遭うのも自分が秘密を持っているからだ、言ってしまいさえすれば心は解放されるのだと思うと、突如立ち上がって、先生、僕たち3人で平太郎君を騙して病気にしたのですと叫びたくなった。しかし平常と少しも変わらないあたりの空気がなぜかその衝動を抑えさせた。真昼間、心も確かなのに久助君は自分のすぐ傍らからもう一人の久助君がすくっと立ち上がって、先生と言い始める幻影を3度も4度もはっきり見たのだった。耳がジーンとなって両手に汗を握っていた。2ヶ月3ヶ月と過ぎた。まだ平太郎君は学校へ姿を見せない。その間久助君は平太郎君についてほとんど何も聞かなかった。ただ一度こういうことがあった。ある朝、久助君が教室に入ってくると、ちょうど行き違いに2人の旧友が机を一つ廊下へ下げ出していった。誰のだい？と何気なく聞くと、一人が平坦のだよと答えた。それだけであった。それからこういうことがもう一度あった。薬屋の音次郎君がある午後、裏門の外で久助君を待っていて、今から平坦のところへ薬を持っていくから一緒に行こうと誘った。久助君はびっくりしたが同意して出かけた。
薬はアスピリンというよく熱を取る薬だそうである。平太郎くんは風邪をひいたのが元だから、このアスピリンで熱を取ればすぐ治ってしまうと音次郎くんは医者のように自信を持って言った。本当にそうだと知らないくせに九助くんも思った。それにしてもそれほどよく効く薬なら、なぜもっと早く持って行ってやらなかったのだろう。やがていつもは通らない村外れの常念寺の前に来た。常念寺の土塀の西南の隅に小さな家が土塀に寄りかかるように少し傾いて立っている。それが平太郎くんの家である。二人は土塀に沿って歩いていった。平太郎くんの家の前に来た。入り口が開いていて中は暗い。人がいるのかいないのか小鳥とも音がしない。日の当たる敷居の上で猫が前足をなめているばかりだ。二人の足は止まらなかった。むしろ足は速くなった。そして通り過ぎてしまい、それきりだったのである。九助くんは他の友達と笑ったり話したりするのが嫌いになった。そして一人でぼんやりしていることが多かった。それからひどく忘れっぽくなった。何か仕掛けて忘れてしまうようなことが多かった。今手に持っていた本がふと気づくともう手になかった。どこに置いたかいくら頭を絞っても思い出せないという風であった。お使いに行って買うものを忘れてしまい、当てずっぽうに買って帰って、まるでラジオで聞く落語みたいだと笑われたこともあった。元から九助くんはどうかすると見慣れた風景や人々の姿がひどく殺風景に味気なく見え、そういうものの中にあって自分の魂がちょうど茨の中に突っ込んだ手のように痛められるのを感じることがあったが、この頃は一層それが多く一層ひどくなった。こんなつまらない嫌なところになぜ人間は生まれて生きなければならぬのかと思って、ぼんやり庭の外の道を眺めていることがあった。また冷たい水にわずか5分ばかり入っていただけで病気にかかり死なねばならぬ。九助くんには平太郎くんが死ぬとしか思えなかった。人間というものが一層惨めなつまらないものに思えるのであった。三学期の終わり頃、ついに平太郎くんが死んだということを九助くんは耳にした。弁当のあと九助くんは教壇の脇で日向ぼっこをしていた。すると向こうの隅で話し合っていた一団の中から、平坦が死んだげなぞと一人が言った。宝慶と他の者が言った。別段驚く風も見えなかった。九助くんも驚かなかった。九助くんの心は驚くにはくたびれすぎていたのだ。裏のわら小屋で死んだ真似をしとったら本当に死んじゃったげなと初めの一人が言うと、他の者たちは明るく笑って、平太郎くんの死んだ真似や腹板の真似のうまかったことをひとしきり話し合った。九助くんはもう聞いていなかった。ああとうとうそうなってしまったのかと思った。そっと片手を床の上の日向に這わせてみると、自分の手はカサカサしてくたびれていて悲しげに醜く見えた。日暮れだった。九助くんの体の中に漠然とした悲しみが漂っていた。昼の名残の光と夜の先ぶれの闇とが地上でうまく溶け合わないような妙にちぐはぐな感じのひとときであった。九助くんの魂は長い悲しみの連鎖の続きをくたびれ果てながら旅人のようにたどっていた。6月の日暮れの微妙な
そして豊富な物音が戸外に満ちていた。それでいて静かだった。キュウスケ君は目を開いて柱にもたれていた。何か良いことがあるような気がした。いやいや、まだ悲しみは続くのだという気もした。すると遠いざわめきの中に一声、子ヤギの鳴き声が混じったのを聞き止めた。キュウスケ君はしまったと思った。生まれてからまだ20日ばかりの子ヤギを昼間川上へ連れて行って昆虫を追っかけているうち、つい忘れてきてしまったのだ。しまった。それと同時に子ヤギは一人で帰ってきたのだと確信を持って思った。キュウスケ君はヤギ小屋の横へ駆け出していった。川上の方を見た。子ヤギは向こうからやってくる。キュウスケ君には他のものは何も目に入らなかった。子ヤギの白い可憐な姿だけが、子ヤギと自分の地点をつなぐ距離だけが見えた。子ヤギは立ち止まってはカバプチの草を少しはみ、また少し走っては立ち止まり、無心に遊びながらやってくる。キュウスケ君は迎えに行こうとは思わなかった。もう確かにここまで来るのだ。子ヤギは電車道も越えてきたのだ。電車にも引かれずに、あの土手の壊れたところもうまく渡ったのだ。よく川に落ちもせずに。キュウスケ君は胸が熱くなり、涙が目にあふれポトポトと落ちた。子ヤギは一人で帰ってきたのだ。キュウスケ君の胸に今年になってから初めての春がやってきたような気がした。キュウスケ君はもう平太郎君が死んではいない、きっと帰ってくるという確信を持っていたので、あまり驚かなかった。教室に入るとそこに、いつも平太郎君のいたところに、洋服に着替えた平太郎君が白くなった顔でニコニコしながら腰掛けていた。キュウスケ君は自分の席へついてランドセルを下ろすと、目を大きく開いたまま平太郎君を見て突っ立っていた。そうすると自然に顔が崩れて平太郎君と一緒に笑い出した。平太郎君は海峡の向こうの親戚の家にもらわれていったのだが、どうしてもそこが嫌で帰ってきたのだそうである。それだけキュウスケ君は人から聞いた。川のことが元で病気をしたのかしなかったのかはわからなかった。だがもうそんなことはどうでもよかった。平太郎君は帰ってきたのだ。休憩時間に平太郎君が運動場へ裸足で飛び出していくのを窓から見たとき、キュウスケ君はしみじみこの世は懐かしいと思った。そしてめったなことでは死なない人間の命というものが本当に尊く美しく思われた。そこへもう一つ思い出すことがあった。それは去年の夏、平太郎君と川遊びに行って川から上がったばかりのピカピカ光るお互いの肌感棒を生い茂った夏草の上でぶつけ合い狂い合って互いに際限もなく笑い転げたことだった。はい、ありがとうございます。